昭和天皇国民への思い。皆さんこんにちは。今回は昭和天皇国民への思いと題してお送りいたします。第二次世界大戦の終結後、昭和天皇はご自身の発案により1946年2月の東京神奈川から1954年8月の北海道まで8年半をかけて全国各地を行幸しました。ただ一つの県を除いて、それが沖縄県です。しかし後年、昭和天皇が沖縄訪問を強く望まれていたこと、沖縄に対して御政を残されていたことが分かりました。昭和天皇は沖縄をどのように見ていたのか、そして国民をどのように思われていたのか、御巡行における国民との触れ合いを通して詳しく見ていきましょう。なお文中では今上天皇を皇太子、上皇様を皇太子、天皇陛下とお呼びすることがあります。場面と照らし合わせていただき、適宜ご了承ください。それでは最後までごゆっくりご覧ください。マッカーサー来日と天皇の処遇。太平洋戦争中、アメリカ人は昭和天皇のことをヒトラーと同じ独裁者と考えていました。昭和20年6月、アメリカのワシントンポスト紙は戦後の天皇の取り扱いに関して国内世論調査の結果を掲載しました。処刑 33%、 裁判にかけろ 17%、 終身刑にしろ 11%、 外国に追放せよ 9% という恐るべき結果でした。戦後初の9月18日にはアメリカ上院議会に天皇訴追決議案が提出され、議長に受理されています。このような情勢を見ると、終戦直後、昭和天皇は占領軍である連合国軍総司令部から戦争犯罪人として処罰される恐れが十分あったのです。それは日本政府首脳をはじめ昭和天皇ご自身もよく認識していました。昭和20年8月30日、日本占領の最高責任者としてダグラス・マッカーサー元帥が着任します。マッカーサーの地位は天皇の上位に置かれ、絶対的権力を与えられていました。しかし彼は占領政策を円滑に進めるにあたって、天皇の持つ日本国民に対する影響力を恐れていたのです。大戦を通して日本軍人が見せた驚異的な抗戦に苦しめられたアメリカ人は、この日本人の力の源が天皇への忠誠心にあると思っていました。また最後の一兵まで勇敢に戦っていた日本軍が、天皇の終戦の詔勅一つで一斉に、しかも整然と武器を置き、粛々と降伏したことも脅威でした。そうであれば、逆に天皇の一言で日本人が一斉放棄して占領軍に襲いかかるという悪夢もありえない話ではないと想像できます。日本人から天皇への信頼感を失わせ、日本人を骨抜きにしなければならないと考え、マッカーサーは早速国民の天皇観や国家観、愛国心を破壊する占領政策を実行に移します。戦後処理政策と天皇。 GHQ は10月から教育改革と称し、学校で終身・国史・地理の授業の停止を命令します。これは日本人から特性を失わせ、歴史観を奪い、国際的視野を曇らせることが狙いです。その上で軍国主義的とみなされた教員を一方的に追放しました。12月には新聞各紙に GHQ が書いた太平洋戦争史の連載を開始し、ラジオでは真相はこうだという番組を何度も繰り返し流しました。共に日本は侵略戦争を遂行した戦争犯罪国家と決めつけ、日本軍が戦地で行ったとする悪行の数々を告発する内容でした。日本は全て悪いことになり、全国民に贖罪意識を植え付ける洗脳が始まったのです。翌年には教科書の記述で GHQ の占領方針にそぐわない部分に墨塗りをさせられました。その後、先の太平洋戦争史が歴史教材として使われることになります。同月、 GHQ は神道指令を発して国家神道を廃止し、神話や神社の教えについて学校で触れることを禁止しました。日本人の精神的な絆を破壊するためです。さらにマスコミや出版、映画業界、学校の開放や紙芝居に至るまで徹底的な検閲を実施し、
大東亜戦争、発行意中、愛国心、大和魂、どの用語も使用禁止にしてしまいます。こうして日本人は歴史を奪われていきました。そして昭和21年1月1日昭和天皇にいわゆる人間宣言を発表させ、天皇と国民の間を引き裂こうとしたのです。昭和天皇のご決意、大東亜戦争での我が国の損害は負傷と行方不明を含めて250万人を超え、国土の 45% 以上を失いました。物不足から物価が高騰し、食料の配給も停止され、深刻な食料危機になりました。昭和21年までに1000万人もの餓死者が出るだろうと推測されたほどです。多くの人々は今までの価値観を根底から否定され、どうやって生きていったらいいか唖然としていました。昭和20年10月のことです。国民が困窮する様子を見かねた昭和天皇は全国御巡行のご決意を示されました。巡行とは、天皇陛下が各地にお出かけになり、親しく国民と交わられることを言います。そして昭和21年、昭和天皇は全国御巡行を始められたのです。御巡行は29年まで足掛け8年、総行程3万3000キロメートルにも及びましたが、この陛下の励ましにより国民は生きる力を与えられ、日本は奇跡の復興を果たしました。しかし沖縄だけは米国の施政権下にあったため、御巡行がかなわなかったのです。昭和47年に沖縄返還が実現した後も、過激派の活動など警備上の不安等でご訪問が見送られてきた経緯があります。マッカーサーによって着々と日本解体が進む中、自らが戦争犯罪人として訴追される恐れがあったにもかかわらず、なぜ昭和天皇は全国を巡行しようと決意されたのでしょうか。それは昭和天皇が宮内府次長の加藤進氏に指示した次の言葉から伺うことができます。よくよく考えた末、全国をくまなく歩いて国民を励まし、また復興に立ち上がる勇気を与えることが自分の責任だと思う。自分はどんなになってもやり抜くつもりである。宮内官はその志を達するよう全力を挙げて計画してほしい。加藤次長は天皇の言葉に驚きを隠せませんでした。政府は警備面の安全を考えて反対しました。しかも当時の日本は全ての行事に GHQ の許可が必要だったのです。そこで昭和天皇は自らマッカーサー元帥に面会して巡行の実現を迫りました。陛下の希望を聞いた GHQ 側は当初意味がわからないと不審に思いました。しかし昭和20年9月27日を機に、マッカーサーは突如として知日派米国人の最たる存在になっていました。そしてこのことはその後の占領政策に極めて重要な影響を及ぼすことになるのです。先に述べた GHQ が日本人の歴史を奪う政策を継続する中で、マッカーサーと昭和天皇は人間的なつながりを深めていきました。詳しくは当チャンネルの昭和天皇とマッカーサーをご参照いただければ幸いです。一方で戦争に負けた国の最高の地位にある人が敗戦後に直接国民に会い、しかも励ますなどということは、 GHQ はもとより世界の常識では考えられないことでした。昭和天皇は欧米人の常識では考えられないことをやろうとしていたのです。 GHQ では一体何の目的で天皇は全国御巡行を計画したのかと怪しみました。まさか昭和天皇は全国に潜んでいるゲリラを励ますのではないかと思ったそうです。しかしマッカーサーは昭和天皇の御巡行を許可しました。昭和天皇のパーソナリティを理解しているマッカーサーとしては、大いに意味のある巡行であると評価したと思います。しかし一方で GHQ 高官たちの間では、ヒロヒトのおかげで父親や夫が殺されたんだから石の一つでも投げられりゃいいという内容の会話が交わされたといいます。 GHQ は天皇は行く先々で身の危険にさらされるに違いない、日本国民は歓迎しないだろうと予想しました。そんな声をよそに、昭和21年2月19日ついに昭和天皇は民衆の中に入っていかれたのです。
日本国民の予想外の反応に驚いた GHQ。 それでは国民は天皇陛下をどのようにして迎えたのでしょうか。最初のご訪問地は昭和電工川崎工場でした。社員が破壊された設備の復旧に必死で努めていました。工員たちに昭和天皇は生活状態はどうか、食べ物は大丈夫か、家はあるかと聞かれました。感極まって泣いている者が多くいました。陛下が身近な質問ばかりされるので、皇居で安楽な生活をされていたらこんなことは口だけでは言えまいと皆感激したといいます。同28日2度目の御行きは都内でした。一面焼け野原の新宿では昭和天皇を群衆が取り囲み、自然に万歳の声が巻き起こりました。陛下が帽子を取ってお答えになると、群衆は米兵の制止を振り切って車道になだれ込みました。 GHQ の予想に反して日本国民は禁止されていた日の丸の旗を何千何万と打ち振り、昭和天皇を熱狂してお迎えしました。以後御巡行先ではこのような光景が繰り返されたのですが、ゲリラの可能性など全くなく、これを見て GHQ は再び驚きました。昭和天皇の着替えと巡行での出来事。御巡行1年目のこの年頭に発表された御制は国民を激励する気持ちにあふれています。降り積もる御雪に耐えて色変えぬ松像を敷き、人もかくあれ、深い雪に覆われても青々とした葉を茂らせて、その重みに耐えている松の木、人もこの松の木のように大しく強くあれと、占領下の苦しみを乗り越えて国家再興に向けて頑張ってほしいと国民を鼓舞したのです。これは同時に GHQ による占領政策によって日本人が日本人らしさを失わないようにと願ったものと思われます。戦争犯罪人として処罰される恐れがあったにもかかわらず、 GHQ の方針に逆行するようなお歌を発表されたのです。しかし御巡行は天皇にとって困難の連続でした。敗戦直後であって交通施設も宿泊施設も整っていません。陛下は列車の中や駅舎、時には小学校の教室に御座を敷いて泊まられたこともありました。さらに国民のことを考えれば何でもない、10日くらい風呂に入らなくとも構わぬと言われたといいます。そして引き続き一般国民や引き上げ者、戦災孤児を励まし続けられました。翌22年8月からは東北全県を巡行されました。福島県常磐炭鉱では地下450メートル、気温40度の坑内を背広、ネクタイ姿で歩かれ、上半身裸の坑夫らを激励しました。12月には広島に入られ、原爆孤児84名に面会されました。この時陛下は原爆で頭のはげた一人の男の子の頭を抱え落涙されたのです。取り囲む群衆も静まり返り、すすり泣きが覆ったといいます。敗戦を迎えて国民は間近に天皇を拝する機会を得ました。雲の上の存在だった天皇陛下が自ら国民のもとにやってきて親しく慰め励ましたのですから、その感激は想像を絶します。しかもそこで国民が見たものは国民と共に涙を流す天皇の姿だったのです。昭和24年5月になって昭和天皇は佐賀県基山町の引導寺に立ち寄られます。ここには戦災孤児40名余りの寮がありました。陛下は一人一人に声をかけて回りましたが、位牌を2つ胸に抱きしめていた女の子の前で立ち止まります。陛下がその子に近づかれて、お父さん、お母さんと聞かれると、父はソマン国境で名誉の戦死を遂げました、母は引き上げの途中病のために亡くなりました、お寂しいと尋ねると、女の子は首を横に振って、いいえ寂しいことはありません、私は仏の子です。仏の子供は亡くなったお父さんとお母さんにお浄土に行ったらきっともう一度会うことができるのです。陛下は女の子の頭を撫でながら、仏の子はお幸せね、これからも立派に育っておくれよと言われ、数滴の涙が畳の上に落ちました。女の子はお父さんと小さな声で昭和天皇を呼びました。孤児院から出られる時、子供たちが
陛下の袖を持って、また来てね、お父さんと言います。陛下は流れる涙を隠されもせず、また来るよ、今度はお母さんと一緒に来るよと微笑まれました。この時、御仏の教へ守りて、すくすくと追い育つべき子らに幸あれと読まれました。寺の参道には遺族や引き上げ者が大勢詰めかけており、陛下は皆の前で深々と頭を下げられました。すると一人の引き上げ者がにじり寄ってきて、次のように言いました。陛下を恨んだこともありました。しかし苦しんでいるのは私だけではなかったのです。陛下も苦しんでいらっしゃることが今わかりました。今日からは世の中を呪いません。人を恨みません。天皇陛下と一緒に私も頑張ります。昭和天皇の涙を見た国民は、陛下も悲しまれ苦しまれ、お一人で戦っていらっしゃることを知ったのです。そのお姿を目の当たりにして、国民の中に力を合わせて頑張ろうという気持ちが芽生えていったのです。戦後日本の目覚ましい復興のエネルギーはここから生まれたと言ってよいでしょう。1954年8月の北海道をもって、沖縄を除いた全ての都道府県のご巡行を終えられました。しかし当然ながら、この時沖縄は未だ米国の管理下にありました。訪問を実現するには様々な壁が存在したのです。巡行の裏側では、東京裁判などの先端の処理や教育改革、財閥の解体、農地改革など GHQ 主導の政策が次々に実行されていきました。まさに激動の日々です。しかし天皇陛下は諸子を貫かれ、巡行に一区切りをつけられました。およそ常人には計り知れぬ様々な葛藤があったと推察いたします。そして沖縄のことは常に陛下のご心中に大きく横たわっていたのです。国民との中退、それらの問題解消に目途がつき、ご訪問の運びとなったのは昭和62年のことでした。同年4月、10月に沖縄で開催される秋季国体の開会式にご臨席のため、ご訪沖が発表されたのです。記者会見で、昭和天皇は地方巡行した時も沖縄に行くことができればよいと常に考えていましたと仰せられたといいます。後にある記者が、天皇陛下が新聞記者に沖縄県とおっしゃった、まだ復帰前のことなので沖縄は県ではない、陛下のお心の中で沖縄は一貫して日本の県の一つだったのだと感銘を受けたと話しています。ところが直前の9月、突然のご不礼でご訪問が取りやめとなってしまったのです。結局国体の開会式では皇太子殿下がお言葉を代読されました。先の大戦で戦場となった沖縄が島々の姿をも変える甚大な被害を被り、一般住民を含む数多の尊い犠牲者を出したことに加え、戦後も長らく多大の苦労を余儀なくされたことを思うとき、深い悲しみと痛みを覚えます。ここに改めて先陣に散り戦火に倒れた数多くの人々やその遺族に対し哀悼の意を表すると、共に戦後の復興に尽力した人々の労苦を心からねぎらいたいと思います。そして昭和63年の年頭、次の御政が発表されました。思わざる病となりぬ沖縄を訪ねて果てさむ務めありしよ。昭和天皇がどれほど沖縄を深く思われ、ご訪問を待ち望んでおられたか、お気持ちが胸に迫ってきます。そしてこのご訪問に前後して、複数の全国紙が9月に公開された屋良朝苗元沖縄県知事の日誌をもとに、昭和天皇が昭和50年の訪米前に沖縄訪問の意向を示していたことが明らかになったと報じたのです。例えば読売新聞は、昭和天皇はこの年9月末からの初訪米が決まっていた。日誌には、宮内庁長官の天皇陛下から私はどうするのだ、アメリカに行く前に沖縄に行けないかとのご下問があって困ったという発言に続き、知事が自分の心情を陛下のお気持ちも伺って胸が痛むと綴っていた。昭和天皇はこの訪米時の記者会見以降、沖縄訪問の希望をしばしば口にするようになったが、終生叶わなかったと綴っています。しかし
昭和63年9月19日、87歳の昭和天皇は大量の血を吐かれて重体になられました。陛下のお見舞いに皇居へ記帳に訪れた国民の数は約900万人にも上りました。昭和天皇は病床でもうダメかと言われたことがありました。付き添っていた医師たちはご自分の命のことかと思ったのですが、実は沖縄訪問はもうダメかと問われたのでした。ご臨終の間際まで御巡行最後の地沖縄に心を寄せ続けておられたのです。昭和天皇がいかに沖縄を深く思われておられたか胸に迫るものがあります。しかし年が明けた昭和64年1月7日午前6時33分昭和天皇は崩御されました。2月24日多くの国民が悲しみに包まれる中、新宿御苑で厳かに執り行われた大喪の礼では、世界163カ国28の国際機関から弔問使節が参列しました。わずか半世紀前に世界の多くの国を相手に激しい戦争を戦った国の元首であったにもかかわらず、これほど多くの国々が恩州を越えて昭和天皇に敬意を表したのです。折からの氷雨にもかかわらず、皇居から新宿御苑に続く6キロの沿道に立って昭和天皇をお見送りした国民の数は60万人に及んだといいます。激動の日々を経て復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致す日として昭和天皇のお誕生日4月29日は昭和の日と定められました。東日本大震災の直後、この頃の日本国内の様子をドイツのシュピーゲルオンライン GmbH が日本国天皇陛下国難に直面した日本を支える最後の希望と題した記事をアップしています。国民と共にという言葉は日本国の天皇陛下の心情である。東日本大震災のような災害が続く最中、日本人は天皇陛下を心の拠り所としているのだ。天皇陛下は被災した人々の避難所に駆けつけ、時には被災者のために自らの別荘すらも提供している。3月13日に天皇陛下は異例のお言葉をビデオで流された。天皇陛下の言葉は国民を感動させた。ただ静かに共にあるということを示したのだ。日本人は自らの精神的支柱として天皇陛下にすがるようになったのである。現在大都会東京は未だに怯えている。そして最後に望みは天皇陛下なのだ。あの3月11日という日を物心ついた後に過ごされた皆様ならわかると思います。このドイツの記者は天皇とは日本人にとっていかなるものか、当時の日本人の心情を的確に汲み取っていると言えましょう。